中韓国、はい、はい、いただきましょう。まあ、ホットメロちゃんは、マルブレイク、はい、アペール、はい、アペール。どうですか、これ、はい、俺はね、トントン、ちょいプラぐらいです。1100枚入れて、今1200枚ぐらい。あ、でもじゃあ、そうです。いいっすね。アクエリオン。で、ホットメロちゃんね、どっちも聴覚、僕らがもう朝一から聴覚メインにしまして、こちらは今1500枚あるんで、全然プラスです。そして6000円なんで。メロちゃんもね、そうちょうど、今聴覚メロシュ終わりまして、こちらまが2400ぐらいで、2400ぐらいで投資が1万です。なので今だいぶプラスなんで、そうですね、いいんじゃん。はい、だいぶプラスかった。いや、後半頑張ったかった。このヒルキューシー中にタバサが来た瞬間に聴覚メロショーがちょっと、そういうオカルト信じるタイプなんで、メロちゃんの引きがね、悪いだけ。そういう、だいぶやられてますわ、だいぶやられてますわ、だいぶやられてますわ。なんかワクワクな、まあじゃあ後半もね、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。昼休憩から戻ってきたら、あのメイヤとネロちゃんが打ってるあのバルブレイブが1台空いたんで、ちょっとこっち側に移ろうかなと思います。まあ、どうせだったら近いところでね。あとさっきネロちゃんから運気全部吸い取ったんで、それをここで放出します。今からじゃあ午後バルブレイブやっていきます。とりあえず当たりまでぶん回しで、はい、赤目が左でね、フォローしとけばもうぶん回せるんで、はい、え、あ、引き戻した。え、マジで引き戻したの。引き戻した。え、マジ。ネロちゃんの俺はまだ、はぁ、いやよかった、呪い解けてた、よかったよかった。ごめんね、ご飯行ってました、すいません。ナイス。いや、でけぇ、でかすぎる、やば。歯ぐき出していいですか。いや、ボタン出してください。ボタン、そうそう、歯ぐきじゃなくてボタン出してください、お願いします。いいなぁ、なんかずっと楽しそうじゃん。いや、もうずっと楽しいよね。まだまだ終わんないよね。またやっちゃってよ、早切りドライブ。うん、行きますよ、これ。BGM 鳴ってないですよ。やだ。いい音、ギリジェームなっちゃいですよ、皆さん。やだやだ、いきますよ。はい、さすがにね、まあ、普通そんな来ないんで。まあそう、20でかい。ありがとう。ああ、押して、どうですか。気持ちよすぎます。わーさー、継続させてください。素晴らしい。20セット目です、これで。いいね、あるよドライブ。メロちゃん、もし手疲れてきたら俺打つと変わるよ、全然。高田さん大丈夫ですか、元気ですか。大丈夫、元気勝ちですか、どうですか。あ、全然変わるから。いやいや、もう全然、僕は高田さんも手を煩わせるようにいかないんで。ああ、全然気づかなくて大丈夫。すぐ終わらせるよ、あの人。
やばい。さあ終わった。終わりますね、ヨロちゃんが。あ、終わっちゃった？はい。これ変わっとけば。雷蔵、雷蔵、雷蔵かよ。やめまるか。でも今日雷蔵全クリしてるからな、俺。そうなんよな。行ってきまーす。雷蔵チャンスポイント行ってきます。あら。いやちょっと早いんじゃ。ちょっと早いわ。やめまぬ。雷蔵って何色だっけ？黄色です。あ、黄色か。ベルです。さあ行こう。京都 V チャレンジ。え、これダメ？これダメ？あ、そっか、ギリギリ足りてないってこと。どう？入ったー。マジかよ。あら、いや、さっきの競争役やろ。なるほどね。オッケー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 。結構かかったけど、ここよ、大事なの。オッケー、うん、革命ボーナスいいね。枚数取れるのでかいよ。いや、弱いて。もう全部ベルでいいんだから、うん、オールベル。おい、あ、さっき、なんだよ、なんで出てきたんだよ、お前。お、さっき、あ、じゃあ、あるよ。お、さっき来た来た。でかい、これでかいよ。ここ突破。いや、ダメか。4回4先です。4先。いや、やばいか。ちょっとわかんない、ちょっと心配な、ちょっと心配、ちょっと心配、ちょっと心配、ちょっと待って、ちょっと待って、やめて、普通にベル引けばいいだけだから。ちょ、待て。え、ちょっと待って、マジやばい、マジやばい。え、そんなことある？ちょっと待って、やばいかも、マジやばいかもしれない。かなりギリギリの戦いを強いられることになった。いや、マジやばい。ちょ、ホールドしてくんない？本当に。ちょっとマジやばいって。やばいっす。いや、行くやろ。行く、大丈夫大丈夫。あと1回でしょ。いや、終わった。うわー、マジ。え、ちょっと待って、これ、あれ、これちょっと高田さん、マジ高田さん来てから調子悪いっすよ。関係ねえだろ。あ、偶数しさか。偶数しさ出た。高田さん、俺のせいだろ。マリエちゃん、ダメでした。終わってるな、これ今。高田さん、マイク入れてくださいよ。もう少し。今何ゲームですか？851。ああ、スイカが欲しい。おお、じゃあアキラ、僕も40ゲームです。え、行ってきます。アキラはやばいですよ。え、もうそれ入るやろ。はっ、アキラ、アキラが一番好きなんですよ、これ。アキラで当てよ。アキラ、アキラ、結婚してくれ。おい、言ってることなくて変わってるぞ。いやー、もうこれで当てちゃえばいい。ヨロちゃん見て。待て。え、え、でっか。待ってます。高田さん、お先です。二人とも行ったか。40ゲーム、早いね。いや、弱い。これ革命行こう。革命ボラスでかい。うわ、でかっ。でかマジでかい。それはマジででかいよ。マジ増えるから。いやー、この流れでいけばいける。いいね、いいペース。いや、でかいよ。チャンス、チェリー。チェリー 50% ぐらいあるはずだけどな。ダメか、取れなかったか。戦ってくれ、頼むから。お、いいね。サンダーだ。サンダー。俺の名はファイヤーだ。
気持ちよさそう。しゃナイス行きました。666ナイス。オッケー、カルメラシゲット。あー気持ちいい気持ちいい気持ちいい。こっからだからね、この台はね。さあ頼むぞ、俺継続してくれよ。さあ行こう。強制、ね、どう並べよ。くれないこれ。はい来た、いいね。チェリーで持っていく。震える。あーまずい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 、リプレイ引けないとか。でかいね。パイロットステージ、うわー終わったわ。え残念でした。行きましょう。マジか、気持ちいいね。しゃあと1回頼むよ。え入ったね。あ入った、入りましたよ。ナイス、でかい、さあでかいでかいマジで。ベースイーパッカーですね。入れていく超革命。ブイーいいね、気持ちいいね、最高だ。ん、あ、これはあの1個ある。どうこれ。はいはい、共闘薬だ。ワンチャンあるわこれ。あれそうだね、やっちゃってくださいよ。これワンチャンあります。腹切りレバーをします。腹切りレバー、おもう二度とやらない。いきましょう。来た、チャンスゾーン。チャンスゾーン来ました、お願いしますよ。高田さん当てちゃいます。さすがに、お願いしますよ。ああ、もうダメだ。高田さん、うわあ、高田さん、チャンスゾーンが突破できないやつはチャンスゾーンが突破できないやつですよ。ああ、ラスト頑張れ。絶対ないわ。諦めんの早いんだよ。絶対ないもんだって。V ってなっ、今 V ってなってた。 V ってなった、言ってましたよ。ポッチリー、腹切りドライブ準備満タン、いきます。状況はどうなっていた、警戒を続けろ。ちょっと待って、もう一回ラス、毎回ラストゲーム行くのはないて。あれ嘘やん、嘘じゃん。まあこんなもんなんだよね、実はね。終わった、終わりました。あら、まあでも11セットなんで、まあ確率は、まあ、確率通りみたいなもんかな。でも一応僕これで持ち玉僕3000枚超えたんで、ネロちゃんも3000枚ぐらいでしょ。いや俺はね2500枚。あ、でもさ、相当今浮いてますよ。そうだ、今日負けはねえな。ああ、次回予告。さあ、じゃあこれで当てちゃいますか。なんかうるさいんでね、早く当てろ早く当てろ。アキラ引いてる。ああ、それで当てらなかったらマジでセンスないですよ。ああ大丈夫、もう大丈夫だよ、さすがに当てますね。アキラもうさっさと当てろ当てろってせっかちじゃん、方々がね多いので。はい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 、当たった。いやいや、まだ。ああ今からさ、うん、
まあまあ当てます、はい当てます。ケンさん、まあまああと5ゲームあるじゃん。さすがにね、さすがに当てます、さすがにね。さあ、うわー決戦か。うわー勝てる騎士だよ、ケンちゃん、ケンちゃん頑張って。絶対無理やろ。きちいね、やばいね。まず1回よしうわっ何引いたか分かるわ、もう外れの方のベル引いてる。うわー マジです、これしんど。え、高田さん投資いくら？25,000。あ、でもあれがアクエリオンの分があるんでしたっけ。あ、それはもう全部使ったよ。あ、それ含めて25,000か。うん、革命です。でかいね。いいな。しかもちゃんと引いてるんだ。ナイスです、ネロちゃんも革命らしい。気持ちよすぎ。1000枚で終わっちゃった。さてさて4枚目入れますかね。おや、またチャンスは入りそう。どうだろうな、さっきいいっすね、さっきチャンスの天井があってさ、スルー天井7回でさ、今4スルーしてるからそろそろはいはいはい、5回目いきますよ。マジできついな。マジで引きゲーですからね、そこ。いやマジでね、あと4回か。おっ揃った、とりあえずあとは革命ボーナス。絶対揃わねえと思って打ってたわ。あとは革命ボーナス。おっしゃい、引くよ。でかい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 。まあ俺のラストチャンスだな、これお願いしますよ。オッケー、あ、もう勢いよ、勢いで打てばいいの、ね、よ。俺と同じこと言ってる。え、そうなん。俺もテンポで何とかするって言って決めてない。テンポですよね、やっぱり。そうよ、パンパンパンと、なんかその気合とかじゃないのよ。引き戻した。ネロちゃんが引き戻しました。マジで？すごいな。脳が溶けるよ。うん、最高に気持ちいいやマジで。えげつないで。頼むよネロちゃん、伸ばしちゃって。やべえマジで。伸ばしちゃって伸ばしちゃって。いるなとか思ってたら本当にいたわ。バトル。あと、ああないんだ。なるほどね。だから多分いいところにいます。え、いいね。あ、セットショットね。
パオン。やっちゃってよ。ありがとうな。ドライブドライブ。まあまあまあ。20、20、でかい。うわー、片4のしんどい。うわー、しんどいしんどいこれ。マジかよこれ。うわーちょい足りん、あとは猶予でどれだけ頑張れるか。手引いたくれ。いや弱いな。お、いいよ。うわー弱いな。うわおなし。ダメ。630ぐらいだった。あと2回あるな。途中で引けなかったのとある。行こう京都 V チャレンジ。 OK。 おっ、いや出た。これ何ドライブ。おお、また頼むよ頼むよ頼むよ。いったー、来た。じゃあここから追撃ドライブお願いします。きれい。レバーです。どう、いきますよ。ダメか。まあでもいいじゃん。でも100よ。100はでか、700枚出るからね。でここで上乗せしよう。やばいね引き。どうなってんの明暗。今どんぐらい回ってんの。780ですね。あ、え、あ、そんな待ってんの。あ、そんな言ってんの。まあチャンスゾーンの間で知らん間にそんな言ってたの。いや、チャンスゾーンを経由してるんで。はいはい、まあまあ200のところでチャンスゾーン一生は当てられずにって感じ。はいはいはい、ループしてる感じ。まあ俺200、じゃあだ俺このまま打ち続けたら天井行きそうだから、一応俺は200のとこ見たらやめるわ。あ、200超えたらやめてもいいかもしれない。ああ、どうしたん。あー、スイカか。どれ来てるねー。こっからこっからこっから。あー、50か。まあでもありがたい。でかいよ、うん、350枚出るんだから。この間に、この間になんか、これで俺が物にしてしまえば。アキラ、カード当てちゃってよ。アキラです。アキラ、アキラで外すのはさすがにきついよ。はい、行きましょう。よし、あ、もう V 取れちゃう。V 狙い出るの。うわー、あと2、やばー。あー、ラスト。うわ、終わったわ。マジっすか。アキラ外しました。もう何にも当たりません。さあ、とりあえず200のところで当たりと。チャンスゾーンが勝てないね。そろそろどでかいの1本欲しいわ。いや、うま、え、うますぎない。やばいぞ。いや、50か。
いや絶対それ6ですよ、ネロちゃん。間違いない。やばいね、ネロちゃんそれ。本当にやばい。変わろっか。やっぱり。いや変わってあげる、ネロちゃんそれ。なんすか。なんすか。ネロちゃん変わってあげる、その台。しんどいでしょもう。いやめっちゃ楽しいっす。楽しいよな。うん。高橋さんどうすか、楽しいですか。楽しいと思える、これ通常こんなずーっと、ま、どんだけチャンスを外してると思ってんのよ。俺もでも今1000ゲームハマりました。やば、今5000枚ぐらいあるじゃん。そうだね、ちょうど5000枚。ネロちゃん5000枚あった。やばい、今までのバッチングクラス一番出したね、スロットはね、うん、2回しかやってないけど。今最初の、あ、最初のだってさ、あれ押してない、音鳴ってなかった。あ、マジで。第一停止音が鳴ってなかったよ。ネロちゃんまた来たよ。やばいっす、マジでこの人。やば。この人行かれてます。よし。俺は終わります。はい。オッケー。お疲れ様です。高橋さん、またネロちゃんがドライブ引いてます。やばすぎやろ。お疲れ様です。3万3000負けかな。ああ、じゃあ全然いけますね。ああ、3万3000負けです。はい。やばいね。はい。ちょっとさっき、ねえねえ、さっきもさ、このカウントだったの？さっきも20だったの？高橋さんに声かけられたとき。おい、やばいってこれ。薬病神だ。薬病神、高橋選手。長くね？おい、マジでやべえって。この人今日打っちゃダメだ、絶対絶対打っちゃダメだ。高橋さん、高橋さん、今日絶対あなたはスロット打っちゃいけない人ですよ。こんなことある。いや、もう今日は高橋さんのマジでやばい。もう絶対打っちゃいけない。あなたがおかしいですよ。えガスで薬病神だ。いや、引き戻せる。高橋さん、どっか行って引き戻せなくなっちゃうから。マジでさっきと同じタイミングでやってきて終わらせやがった。おいおい、実践終了。はい、お疲れ様でした。いやー、すごかったっすね。すごかったね。いや、すごかったですよ。すごかったよ。ほんとやばい人いたもんね。迷惑客いたよね。まさかここに、俺こんなになんでこんなに迷惑かけられると思ってなかった。マジで迷惑客だよね。マジでやばい。迷惑客だったら店員さんに出来になる感じでしょ。な、言われてないもん。言われてない、言われてない、言われてないだけ。はい、じゃあ終始報告しましょう。はい、なんだよ、伝わってる風になるだろそれで。じゃあ僕からいきますかね。はいはい、朝一からね、なんと僕は投資300枚で当たりました。でそれがそのまま、そう、聴覚名も入って、で一時期はね2500枚ぐらいまで上がってたんですけど、最終的に回収が、1156枚なので、投資300枚なので、収支がプラス856枚と。すごい、はい、お疲れ様でした。久しぶりに勝ち、あ、じゃあ、あれだ、前回勝った。勝ってるのは勝ってる、ね、勝ってる、個人的な成績で言うと。そうそうそう。じゃあ高橋さんお願いしますよ。はい、まあ、あの結論から言うとマイナス1650枚です2倍にしたからね、この人。考えられません。でしかも、俺らの出玉を奪うようなこともしてるわけです。そう違う、奪ってない。いや、それはもうコメントで見るわ、俺。これ動画上がった時に、まあ、俺が奪ってるかどうかはもう見てる。コメントに書いてほしい。ネロちゃんの当たりを2回中2回終わらせたのはあなたです。あなたです。さ、見た目上はね、見た目上は引きが悪いだけです。それをじゃあコメントで教えてもらいましょうって話でしょ。そうよ、ね、ネロちゃんの引きが悪い、あんな継続、ね、あんなこれ継続させろよって書かれてる今。そうですよね、わ、うん、かりました。高田は何も悪くねえよ。じゃあコメント欄でね、ぜひ教えてください。どっちが悪いのかね、はい、誰が悪いのか教えてください。誰が悪いのか。じゃあネロちゃんお願いします。はいはい、今だって800だから2400枚ぐらいマイナスなんですよ、僕ら。2400。ああ、そうか、はい、あ、そうだよね、はい、2倍にしたから誰かが。じゃあ投資から、はいはい、私投資が900枚。あ、ちょっと入れてんだね。結構入れましたね、はい、はいはい、回収が5352枚。やばすぎ、マジでマジでやばい。なので収支4452枚です。ガチでやばい、天才、うん、
てかね、あのね台がやばい、バケモンみたいな台が見たことない、あんなバルブレイブ、ちょうどバルブレイブで一番最後に余った席がそうらしいね、あってということで、まあ僕はね、はい、高田さんのマイナス分を蹴散らすぐらいのプラスを、ありがたい、そして、うん、総合をプラスですよ、でもそうです、今回の企画初めての総合プラス、そうなの、初めてのプラス、初めての総合プラス、今まで連れてきたゲストみんなクソザコでさ、あそういうことやね、本当に、うん、クソザコだ、第1回にしては残りの2回消そう、素晴らしい、マジでクソみたいなこと言ってますよ素晴らしい、うん、でも、うん、今からゲームをします、はい、負けた人は自腹です、自分の分だけ自腹ですよね、そうです、自分の分だけ自腹でいいです、はい、うんうん、で今日のゲーム何ですか、だんだん適当になっていくな、ゲームがな、チョロ Q で昨日の番考えたんじゃない、うん、じゃあ車選んでいいそうなんで、うん、やっぱ一番勝ったネロちゃんから、まあそうだよね、うん、俺からだよね、うん、これはまあ僕ね結構バイク昔乗ってたんですよ、うん、結構乗ってて、うん、バイク好きなんですね、もうほんとこのまんま、いやそうだね、そうそうそう、それじゃネルちゃんが打ってたやつや、そうもうこのカバンとかまんまこんな感じで、うん、そうなそうついてて、ね、って感じなんで俺これ取ろうかなと思ったんですけど、はいはい、取れよ、いやなんかこれおもろいかな、えそれ、あちっちゃい方行くのにでもちょっとわかる、わかるでしょ、うん、じゃあ俺これえ、ちょっとこれチョロ Q です、本当に、ちょ、先輩、それ違反です、やばい、チョロ Q っぽくねえなと思って、ダメですよ、じゃあ、俺はネロちゃんで、あー、いや、まあまあそれもあれですよ、事故物件ですよ、うん、事故物件、ちょっと待って、うわ、ネロちゃんのも意外といいわ、それ多分まっすぐ行くだろ、え、どうだこれ、ちょっと待った、こんなもん、はい、よし、あ、どっち、こっちか、はい、はい、3、2、1、いや、マジ？おい、これずるいだろ、え、惜しい、俺、しかもネロちゃん負け、パワーすごいね、いやパワーあるよ、まあ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 、まあ、今ので掴んだは大丈夫、まあまあなるほどね、わかりました、はい、まっすぐ走れ、おいなあ、これどっちまっすぐ走んないで、これどっちどっち、ネアの方が後ろだ、シューシュ、まだちょ、まだね、まだ回んのよ、あ、ほんとだ、あ、当たっちゃって、こいつ当たっちゃうのよ、当たっちゃって止まるのか、ネロちゃんのやつスピード感すごいね、いやもうすごいですよ、だって空気抵抗1個ないから、あ、そういうこと、はい、大丈夫です、3、2、1、うわー、あぶねー、おー、あー、やばい、いやでもぶつかっちゃった、まあね、うん、ぶつかってはいる、こいつまっすぐ走りやがった、これ全員1杯ずつだ、ラストだ、こんな比率くことある、マジ俺割と勝ったかなと思ったの、面白いゲーム考えてくるじゃねえかマジこれなかなか楽しいじゃないの、え、これでも分かったぞ、いきますよ、はい、ね？ね？さあ！マジか！ね？さあ！これ今日の終始順です。すごい。あなたすごいよこれ。すごいな。あなたギリギリじゃん。てかさ、マジで？これが当たりなのわかるかよ。でしょ？大外れやんか。だから今日俺強いの。今日何でも。すごいね。何でも強い。でもよかった高田さんが負けてくれて。なんか色似てるもんね、あの車とね。これ、そういうことだ、消防車ね、うん、消防車だこれ、じゃあ高田さんのオリパー開封いきますか、いやこれ負けてほしいな、負けてほしいよね、300円とかでいってほしい、300円まで、フレームつけるぞみんなに見せましょう、みんなに見せましょう、っそっちでいいです、いや、そっちで大丈夫です、みんなポケが分かる、じゃん、ちょ、僕に見せてくださいよ、この
リアクションやばいって。ポケカの相場分かる人いるの？じゃあ見ていいですか？お願いします。あどうすか。あはい、というわけでね、はい、今日はパチンガスね、うん、やらせていただきまして、うん、見事初勝利おめでとうございました。でね、また次回も決まっておりますし、どんどんねやっていきますので、またネロちゃん分かったことがある。なんすかなんすか。トータルで勝っても自分が負けてたら全然喜べないな。高田さんが僕たちのところに来て僕たちの大当たりを止めたとき、僕たちも全然嬉しくなかった、ねね、じゃあおあいこってことで何が。いやというわけでね、はいはい、本日も、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。